関野義晴です。今回は動画を使っていません。その代わりに服部武将さんと対談をするんですけども、その時に話題になっている狩猟の話、あるいは狩猟民の話に、関係ある、私が撮った写真を、構成してスライドショーにしてあります。それを最初に見てもらって、その後に服部武将さんと対談をしていきたいと思います。あとで所有の話するけど、うん、そう、所有の話聞きたい、今聞きたい、今聞きたい、うまいや所有の話ね、うん、まず土地をオレンダと言わない、うん、これはアメリカインディアンも結構同じで、うん、もう一つは、うん、でも所有意識は確実にある。あれ例えばヤシの実、うん、ヤシの木、この木俺のだったそう、これはオレンダ、確実にある。だけど俺たちと違うのは、コントロールできないものまでオレンダって言わない。だからこう遠くにある、うん、あのヤシの木までオレンダって言わない。あ、で、あとはもう一つ違うのはモノマネがいいんですよ。オレンダって言ってるけども、うん、使ってない時にちょっと使ってないんだ貸してよっつって断れない、うん、断ってもいいんだけど、うん、もうあとはあいつはな、うん、ケチなんだよ、ケチくせえって言われてますだからあとは弓とかも自分のがあるわけですよね。要するにね、まあ、それが成り立つ一つの理由は、うん、彼らの持ち物全部自分で作れるものがあるって、ね、ああ、うん、それが一番大きいですね。ああ、うん、なるほど。盗みもないっていうのは作ればいいっていうか、うんうん、盗む価値がない、盗む価値が、盗まないでも作ればいい。いや、でもそうだな、所有と盗むっていうのはかなり近い概念、うん、そうなんですよね。自分が作れないものだから盗む価値があるわけ、うん、いや、その、いや、あともう一つは、うん、彼らが違うのは焼き畑やってるけども、うん、芋、バナナ、蓄えられない、悪くなるってことですか。そっちは、ああ、うん、なるほど、うん、あと魚もそうだし、うん、だから蓄えられないから誰かがたくさん持ってるってことないので。そうなんですよ、盗むってことないんで。だから農耕を始めたからそんなことが起こるんで、うん、いや、で、だから原始農業だと起こらない、農耕でも。そうか、うん、だから集約農業なんです。だから穀物なんです、一番穀物。そうですね、うん、うん、僕も今その、うん、その別荘にしてる漁師小屋に冷凍庫を入れるかどうかを考えてるんですけど、うん、冷凍庫入れるとなんか世の中っていうか変わるだろう、ね、そう、悪くな、うん、世界の見方が悪くなる、うん、まあ世界を冷凍庫だと思ってれば話し合いにしときゃいいわけだから、その方がいいかなと思うんだけど、うん、だから日本の場合季節があるから、うん、だから蓄えるだよね、すべてが変わってる、蓄えるから始まって抱え込むが始まる。ああ、で抱え込むになると、うん、守ってくれる人間も、で、万人をつけて、うん、でそれがやがて軍隊になるわけで、ああ、
これちょっと 本書いてた時に校閲の人が持ってきたんですけど、岩波のその生物用語辞典っていうのの中に、狩猟採集っていうところに、農耕民族はエネルギーを最大化しようとする、狩猟民族、まあ、狩猟採集民族は労働を最小化しようとするって書いてあって、うわこれ俺がずっと言おうとしたことがここに2行で書いてあるみたいな感じで悲しくなりましたけど、そのいやだから農耕始まって人々が豊かになったかっていうと、うん、全然なってなかったっていうのは、まあ、結局その富に追いかけられるっていう、うん、富を追いかけられるだけじゃなくて、うん、そのだって最初しても週に2日か3日働けばいいわけだよ、ね、男はね、うん、女大変なんだよ最初しなきゃ、しょっちゅう働いてますから、うん、だって重たいもん性の女ですからね、なんかやれよ男たちって感じそれそうなんですか、うん、それで重要なのが、うん、農耕始めた時、うん、ほとんどの思想貧しいってこき使われてるわけですよ、うん、で一部の人間が飛んでるっていう世の中にも最初からなっちゃってるから、うん、だから飛んでるやつにはいい仕組みかもしれないけど、うん、そいつらは世界作るわけですからね、うんうん、まあ、システムを作るというか、うん、彼ら その取りすぎちゃうっていうか、そのずっと同じところに定住してて、うん、まあ、薪でも獲物でも、そう自分 その村の周りから少なくなってきちゃうってことはないんですか。いや、焼き畑自体が2年でもう、うん、あ、ぐるぐる回す、もう放棄、放棄、放棄でまた別のとこ行って、村ごと移動しちゃうんですか。あ、村ごと移動、あ、その焼き畑の場所を移動するんじゃなくて、じゃなくて村ごと移動するんですね、うん、あ、村移動しない場合もありますけど、特に畑は2年で、うん、もう放棄して、うん、次のとこ行って行って、もう何年か経って戻ってくるっていう感じじゃないと、うん、なるほど、元に戻らなくなっちゃう。うんうんうん、ぐるぐるいくつかこう回る村があるわけじゃなくて、じゃなくて新しく作るんです。なんとなくこっちかなみたいな感じで行くんですか。いや、探しますよ。あ、探すんですか。探しますよ。いでもそ探すっつったって、で、いや、だって探すっていうのは、うん、こう目星つけとく、つけとく、つけて、うんうん、あのね、あそこいいよねみたいな。いや、狩り行ってるわけでしょ、中華人。そう、それどのぐらいの距離なんですか、彼らのその行動範囲って。そんなに広くないですよ。そんなに広くないって。もう一つ言えるのは、うんうん、川ですよ。ああ、そうかそうか。行動範囲。ああ、平半隊、隣の川行ったら、うん、もうめったに行かないし、うん、隣の隣って言ったらもう一緒に行かないですからね。その代わり自分の同じ川だったら、うん、枯れた沢でも、うん、ちっちゃい沢でも全部名前ついてて、うん、どこ行けば、うん、魚がいるか、どこ行けば鳥がいるか、うん、どこ行けば土器の粘土があるか、全部知ってますから、手のひらの上。その情報は、うん、特に例えば川の名前っていうか支流の名前とかは恒久的なもんなんですか。恒久的ですね。じゃあ一応伝えられてるわけですね。いや、だいたいそんな広い範囲じゃないんで行けちゃうので。ああ、そのなるほど。あ、その村の 共有の知識ってことですかね。まあ、みんな知ってるっていうか、少なくともお年寄りたちは知ってるんで、でそれをまた子供が伝え聞いてっていう、うん、でそのじゃあ手のひらのように分かる場所でぐるぐる回るってことですか。あ、そうそうそう、だから他の川は行かないですよ、うんうん、その村を移すのもその自分たちの知ってる地域で移すってことですよね。大体そうですね。だからやっぱいいとこを探すから離れちゃう場合もあるけど、うん、でも焼き跡放棄しても、うん、やっぱりまだなってるから取りに行くんです、うん、なるほど、はい、確かに。だから完全放棄じゃない、うん、あ、それでその生活っていうかそのぐるぐる回るのも含めて何キロぐらいのあれなんですか。半径何キロぐらいのところに。いや、大したことないですよ。大したことない。10キロとか20キロ。でも10キロ、20キロって言ったら山手線の中か外ぐらいっていう感じですね。あ、でもまあ広いっちゃ広いけど、でもアラスカとかのね、トラップラインとかに比べれば全然狭いっちゃ狭いですよね。まあ、豊かなのは、まあ、豊かなんですよね。あ、それは全然違うでしょ、うん、だって鳥にしても魚にしても、ね、うんうん、一つ一つ川がいっぱいあるわけで、支流が、うんうん、それ今日あの川行こうかとかね、うんうん、でそろそろ腹が減ったから魚でも取り行くかみたいな話なんですか。魚あの毒を使う、うんうん、毒流しの時はあれみんなでやりますよ。めったにやるもんじゃないですね、うん、でも月1くらいやってるから。へえ、それでも個人でも取りに行くんですよね。個人ではあれやらないですね。個人ではこれ取りに行くんですよね。あ、やりますね。それは腹減ったなと思ってちょっと魚取ってくるわって感じで取りに行くんですかね。魚の時はそうですね。もうまあ獣か獣の魚の場合はほぼ確実に取れるので、あ、
獣の時はやっぱりね、魚焼くみたいなもんだ、魚は。そう、魚、そう、生かしてるみたいなもんだ。まあそうか、養魚池に取りに行くみたいなもんだ。そうそうそう、うん、獣はどうなんですか。獣はやっぱり誰よりも彼らの生態知ってるからね、だからすごいですよ、うん、なんか文章さんも鹿の寝た後分かるとか、いつ寝たか分かるかもしれないけど、ね、うん、彼らもそうですね。いや、うん、俺の知ってることなんて本当に、まあ彼らに比べたらそれ見えない、見えてない方ですからね。いや、動物がどういう動きするかも、うん、同じところ移動するやつもいるし、うん、絶対に二度と来ないやつも、来ないとか歩かないとかね、いろいろ習性があるじゃないですか、うんうん、そういうの動物ことに全部知ってますから、ね、やっぱ一番多いのは猿なんですよ。ああ、猿うまいですからね、うん、上手なやつと下手なやつっているんですよね、やっぱ。もちろんないです。その上手なやつが村の中で地位が高くなるとかってことはないんですか。あがめられて、あいつ、まあ、ヒーローみたいになっていくみたいなのは、それを否定するような行動パターンなんですね。そういうふうに言いますよね、そういうふうに。なんかそう、だから獲物を取ってきても、うん、本当にふてくされて獲物来ます、帰ってきますからね。渡す方もこんな、ね、こんなの取ってきちゃったやんみたいな、うん、恥ずかしいんだけどさ、みたいな。あの末っ子がさ、10歳の時初めて獲物を取りに行ったんだよね、うん、その時さ、俺ついてっていいかっつったら、うん、いいよ別に、うん、で行って、うん、最初の狙いがね、うずらみたいな剣釣りっていう、うん、どういうか、ね、カンカンって鳴くんですよ、うん、で彼こう近づいてくんだけど、また遠く行っちゃう、うん、繰り返して最初失敗するんですよ、うん、で帰ってきて、うん、でまあ親たちとか手取り足取り教えないんだけど、うん、まあ昼間行ったんで、うん、朝早くか夕方行った方がいいよっていう案内、うん、それ聞いてまたあの夕方遅く、いいか、うん、俺ついてっていいかって別にいいよって言ったんだけど、まあ、やっぱり多いんですよ、夕方のは取りやすい、ね、とか 泣いてるなって行くんだけど、なんかねうまくいかないんで、うん、また帰ってきて、それでしばらく行かなかったんで、うん、また行きたいっていう、うん、で俺もあまた行っていいかって言った、うん、もうやめてくれやめてくれ、うん、で足を見てね、うん、体裸足なの、うん、俺スニーカー履いてるんですよ、うん、やっぱりアリとかね、うん、トゲとかいっぱいあるので、うん、やっぱり彼らあの子供柔らかいのに大丈夫なんで、あの大人の足の裏すごいですから、靴みたいになってるんですよ、ね、靴じゃないです、軽石ですよ、軽石、アイゼンみたいになってるんですね。アイゼンことじゃないけどね、トゲ刺さっても刺さって折れたら大変なんですよ、取れないわけですよ、だから皮削りますからね。あで血が滲んできたりね、へー、そうやってすごい硬いわけですよ。でスニーカーの音が出るから嫌だって、嫌だっていう、だから取れないんだ、口では言わないけどこう見てるわけ、ちょっと嫌なんだよなその音がねっていう、そうそう、で俺はどうせ取れやしねえやって行ってこいよ、うん、行く取ってきたんだよ、うん、その時の彼の態度はその嬉しくてしょうがないわけですよ、本当は、ね、まあ、ここ内心はね、内心は、うん、でブスッとした顔です、うん、母ちゃんです、はい、不手にしてるわけ、うん、夜さ、うん、その爆発してさ、もう本当にこうやって撮ったんだって。ああ、で本当はあの嬉しくてしょうがないんだけど、うん、なんていうかやっぱり村に残ったものこう食料を与えられるものになるわけじゃん、うん、それは借りができるんですよ、うん、でそれをなくそうということなんですね、うん、エバちゃ言えないって、うん、それを10歳の子も同じ真似した文化で分かってると思いますね。ピグミーなんかそうらしいんです、ね、ブッシュマンは本当の豊かさを知っているって本にも同じこと書いてありました、ね、ピグミーも、うん、あの本当にむしろこんなもう、うん、こち貧しい恥ずかしいんですけどこんな獲物でって言って、うん、もらう方もなんかあーなんどうしようもねえなこれって言いながらバクバク食うんですねだそういうのっていいよねって感じ、そういうのっていいですよね、うん、そのなんかし、まあ、嫉妬とか貧富の差が出ないためのなんかそういう文化、物質的に平等を保つんだけじゃなくて、うん、精神的に平等も保とうっていう、うん、なんかおごってばっかりもらってるとさ、うん、なりますよね、なんかね借りばっかりできて、でもよその村の中には、うん、どっちかっつうとおごってもらう方が多いやつとおご、うん、る方が多いやつが出てきちゃいますよね、それ、うん、でそれのだから、うん、そこに貧富の差が現れないようにそういう文化が、まあうんね、あるってことですね、ええ、まあネズミがうまいって話ありましたけど、やっぱそのうまいものともう一つうまくないものがあるわけですよね、まあ、あと好き嫌いとか、うん、あるんですよね、いやあるけど、うん、それ口にあ、ね、なんか出すね、例えばさ、うん、バッグ取れてたじゃん、うん、そうすると
肉食べるときに、うん、男は男、女は女で車座になって真ん中に肉を置いて食べるんだけど、その時に、うん、いい肉ってのあるらしいんですよ。柔らかいところとか、あ、その一頭の中でいいとこですね。胸肉がいいとか、スムメイキがいいとか、うちロースがいいとか、そうそう、うん、あるんだよ。そこに母ちゃんが取ったすじゃん、父ちゃんに渡すから、これおお、いいところだよって、いいところ、うん、これ、うん、そういうのはあるんですか。あるんですよ。だから獲物にもあると思うんですよね。そのいい獲物ばっかりを取りに行っちゃったりしないんですかね。それはあるでしょう。あるんだけど、一緒に彼らは、まあ、幕府の時は狙っていくことあるけど、うん、狙っていっても違うものを取れたらいいんですよ、うん、で、取れなかったら、うん、結構帰りに採集してきますからね、木の実取ったり。ああ、なるほど。まあそれは我々もやりますね、はいはい、今日しょうがないから木のことを取ってきたみたいな。そう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 、あと所有で面白いのは、うん、物が必要な人に流れていくっていうことなんですよ。本当にだから物離れがいいんですよ、うん、俺んだっつって話さないやつは軽蔑されるっていう、使ってないんだったら、あるいはもう必要ないんだったら人にあげるっていう、うん、で必要な人に物が流れていくっていう、でね、それは見事でね、あ、非常にシャイなんだよ。で、俺のナイフ欲しいんだよね。で、うん、そうするとさ、言ってこれない、恥ずかしくて、欲しくて欲しくて言わないんだけど、弟なんかよこすわけです。あ、で、うん、でくれって言ってこいみたいな。兄ちゃん欲しがって、いや、違う、察してるんだよ、うん、あ、弟が察して、うん、兄貴の気持ちを、うん、兄貴かわいそうなんだよ、うん、ナイフ長い間持ってなくて、借りて使ってんだけど、うん、あんた2本持ってみたいで、もうすぐ買えんでしょって本人は来れない、うん、もうただまあ帰るから1本はいいか、帰り道1本は使うからって、これ、うん、本人のとこ行って、うん、これいるんだよねって言って喜んでもらうんだけど、うん、彼が一番欲しいんじゃなくて、欲しいけども、うん、もっと欲しいやつあげちゃうと簡単に。ほう、買うものっていうのは何にもないんですね。いや、だから完璧なかったですよ、最初は。塩もないですもんね。あ、だから塩使ってなかったからね。え、うん、あ、獲物を取るんで面白いのは、うん、やっぱり池で塩分含んだ池とか、うん、あるいは岩塩があるところ行くと、うん、そこ待ってると来る、待ち伏せ来る、来るけど、うん、本当に草食動物だけ、肉食動物はいらないもん、うん、塩が。だ、我々もいらないんだよね、塩なんか。そう言いますよね。体液とか血液一緒に食べるんで、うん、十分。それで十分なんですね、うん、だって我々も、うん、ベジタリアン以外は大丈夫、普通の肉体労働しなきゃ、うん、肉体だって日本も食べ過ぎ、日本人食べ過ぎるんですね、うん、また犬の話ですけど、うん、毎日狩猟行きたがるんですよ、うん、まあ何考えてもよく分かんないけど、うん、でも俺もやっぱ面白くて行きたくなっちゃうんです。獲物あんのに、うん、あるけどちょっとだろうなみたいな、そういうなんかやっぱその物を追っかけて取るのって脳内快楽物質が出てると思うんですよ、まあ、スポーツと同じような感じのものが。そういうその楽しみというかをこう求めちゃうっていうか、それをこう繰り返しちゃうみたいなのはないですか。それは旅してる時によくある。別のとこ行こうぜって言う時に、うん、もう獲物が現れたら全ても捨てちゃうからね。俺がいること忘れてるからね。ああ、取ることはもう、うん、新しい獲物がいた場合にそこ置いて、うん、もう吹っ飛んでくるって。ああ、毎日その獲物にを取りに行くってことはないんですか。毎日行くってことはないです。バクがあるのにちょっとまたネズミ取り行こうぜみたいな、そういうのはないんですか。それは、あ、ただイノシシの場合は別なので、うん、集団で動いてる、多い時300ですからね。イノシシの方が集団ってことですね。そうそう、集団で行くので、うん、その時は本当にイノシシはちょっとずつ猛進だから、うん、そこ真ん中立ったら危ないわけじゃないですか、うん、でも横に飛んでったら目の前、うん、どんどん行くどんどん行くからピッ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 ってやればどんどん倒れる、大量に取れるわけですよ。大量に取っても燻製にしても持つのは1週間ぐらいですよね。どうするんですか。で食べますね、必死で。いや、そんなに取らないから、そこまでは取らないから、多くて5分とか。あー、イノシパって、いや、って言ってピャッピャッって言っても弓矢だから当たっても、うん、すぐ行かないので、行かないです、追いかけなきゃいけない。イノシシぐらいだとね、はい、まあ、水とか、まあ、燃料とか効率を上げようっていう考えはしないんですか。効率、あ、だから僕が彼らと一緒にいて、うん、一番感じるのはまず効率を求めない、競争をしない、うん、時間がゆったりと流れている、うん、すごいですよね、だって効率求めないでいいんだもん。
大体 大まかに生きててもさ、獲物取れちゃうんだよ。水汲み毎日行くのめんどくさくないですかね。竹で引いた方がいいじゃんとか。いや、水汲みまで竹引いたりしますよ。あ、引くんですか、うんうん、それは効率を求めてですね。じゃあ効率じゃなくて、うん、だってたまんないから。あ、村のすぐ近くに水場があるんですか。ある場合が多いですね。家の中に水道を引こうみたいな。しない、しない、しない。なんでだろうな。でも、あ、じゃあ山の頂上だ。水を引くために山の中腹にとかないんですかね。日本で小屋掛けしようとしたらまず水じゃないですか、うんうん、そうだから、そのまず水とかっていうふうには考えないですかね。いや、水だけど歩いて5分かね、5分かかりで。いや、うちその別荘は最初水汲みしてたんですよ。まだホースが来なかった、注文したホースが来てなかったんで、それホースで引いた瞬間にものすごいなんかやっぱ楽、まあ、簡単に言うと楽になって生活のクオリティが上がる、まあそれは俺がそう感じてるだけですけど、あれはだからやっぱ水引くの、引くと楽だなっていうのは国のあれなんですかね。いや、でも行きはいいじゃん。そう、行きはいいですよ。自己判断しって感じだと思う。いや、で風呂入れようとか大変ですけど、も風呂入んないんでしょうけど、水浴びするから。水浴びする、うん、自分でいつもやってて、あ、また効率求めちゃってるよ俺っていう、その自分の限界に出会って寂しくなるってことなんですよ。え、いや、効率で求めるっていうのがなんか嫌なんだ。その町喧嘩に比べたらかっこ悪いじゃないですか。まあ、かっこ悪い。かっこ悪い、俺としてはかっこ悪いですよ、それは。でもどっかでやっぱ求めてるし、うん、薪も集めちゃうし、一冬分集めて安心したいしみたいな、この醜い心はどっから来るんだろう。だからその一シーズン分集めてっていうのは、うん、彼らはそういうシチュエーションじゃないから、うん、まあ俺だってそうなんですよ。だってすぐそこに変に山の斜面にゴロゴロ転がってるんですよ、まあ、それ濡れると面倒だから、本当に乾かしときたいんですけど、その乾かしとくとかっていうのも美しくないなみたいな。まあだから彼らもやっぱり同じ、貯めといて何か使うっていうのはね、必要な時行けばいいじゃんっていう、それ見事に徹底しますね。そう、その見事に徹底でした。ただ、うん、弓矢の矢、うん、1人50分ぐらい持ってます。それはそっか、1回に、うん、使うなんてせいぜい、まあ、10本ぐらい、まあ、そのぐらいし、ただ必ず回収しますね。必死になってさ、もう本当に見つからなきゃしょうがないけど、折れたやつはね、もうしょうがない。矢尻だけじゃなくて矢そのものがやっぱり、ね、うん、作るのに結構時間かかるんですよね。で、やっぱり ためとくね、それは。それが貨幣になりそうな感じがしますけどね。でも彼らの暮らしではならないですね。ああ、自分で作れるから。喧嘩とかしないんですか。で、それが面白いんで、うん、さっき言ったように気が小さいんですよ、うん、だから言いたいこと言えない、だから言いたいこと言えないので、うん、喧嘩にならない。だけど問題があって、うん、酒飲んだ時性格変わりますからね。もう目座ってるし、うん、その時はもう本当にあのナタみたいなもう取っかけたり、ね、うん、へもう大喧嘩。それが最終的にそれが殺しにつながることはないんですか。ありますよ。 あるんですか、うん、リアルになっちゃうとか。へえ、めったにないですよね。そんな逃げちゃうし、うん、だからめったにないけど、僕は見たことないけど、うん、あることはあるんだ。腕っぷしが強いやつがその幅利かすみたいなのはないんですか。だからそれがないから面白いんですよ。そうですよね。なんで腕っぷし高くてもそれを見せる必要ないっていうか、うん、見せる場がないんですよ。でそれはみんな狩りとかそういうところで使えよって感じですよ、みんな、うん、使うところがあるので、うん、で要するに農民が祭り激しくやるのは普段ないからですよ、うんうん、だからその彼らは狩猟採集だと常に狩りがあるから、爆発するとこがあるので。確かに、うん、でなおかつやっぱり狩猟採集民いいのは、うん、今を大切にしてますよ、うん、将来もあるし過去もあるけども、うん、やっぱり農民とは全然違うわけでしょ、うん、で農民は1年後のためとか8ヶ月後のために今、うん、一生懸命辛いことやってるわけ、うん、面白くないじゃないですか、うん、草抜きとか、うん、面白くないでも収穫の喜びやるからやってるわけで、うん、町玄関なんかは一緒に旅してるやん、うん、もうとにかく休みたいわけで、足痛いとか腹痛いって減ったとかもう疲れ果てたとか言って、うん、昼前から言うんだよ朝で、うん、俺が説得しててももうちょっとだから朝だからみたいなってで聞かないんですよ、うん、普通だって雇用関係があったら、うん、もうそんなこと言ったら金払わねえかって言えんだけど、うん、俺払ってないんだじゃあ金の意味ないから、じゃあ帰るよって帰られちゃうんで、
で2時か3時ぐらいですよ。じゃあここで休むかだいって小屋掛け作るんだけど、うん、で腹減ったとか思いっきり腹減ってて疲れ合ってて足痛いとか言ってるのに、うん、小屋掛け作ったらすぐさ、うん、危機として盛り上げてくから、ね、あやっぱ獲物面白いんですね。面白いよね。あそれで、うん、やっぱりその日のうちに、うん、取れるか取れないか決まっちゃうわけですよ。あまあまあ今初めて、はい、答えがすぐ出るってことですよね。答えが出る、だから、うん、オーラナッシングなんですよ、うん、ないかもしれないけど、うん、また次のチャンス、うん、だからでそれは面白くてしょうがないわけですよ、うん、だからもう本当に今を大切に生きてるというか、うん、で農民と全く違うわけですよ。俺都会に住んでるわけですよ、うん、で都会民ってやっぱり農耕基盤にしてるわけですよ、うん、食料は、うん、考え方が農耕っすよね。いやだってみんな計画的じゃん、うん、すごい計画的。小学校からも中学、うん、高校大学、うん、いい会社持ってきなさい、うん、全く違うんだよね。最終民狩猟民と農耕民、うん、でやっぱり投石戦争とかいろんなこう喧嘩祭りとかあるけど、うん、うさく溜まってんだよね。 あと、うん、マチズムってあるわけですよ。マッチョがこうステータス、うん、でそれ発揮するとこないんだよ農民には、うん、運動会やるしかないですよ。運動会やるとかやっぱり喧嘩祭りやるとか、ね、みこし担ぐとかないんだよね。確か、うん、その時しか男らしさ示せないし。あそうですね。でだから本当に彼らセレモニーいないし、うん、間違いは、うん、でいつもそんなのガス抜きやってるし、ガス抜きじゃっていうか、うん、いや狩猟は、うん、その楽しいっていうのと、あと最近その文化人類学で流行ってきてるそのパースペクティブの交換、うん、狩る側が獲物側の視点になって世界を見ることで獲物にこう近づくチャンスを増やしてるっていうか、まあ、獲物をたくさん手に取るっていうような、狩る側が獲物側の気持ちになるなって世界を見てで、まあ、またこっちに持ってこなきゃいけないんですよね、うん、人間として生きるために当たり前だけど、その時何をするかっていうと、もう喋りまくるんだっていうのが、うん、なんか最近ユカギル人ってツンドラの人たちの報告とかであって、僕がその狩猟の勉強したところのじいさんたちももうベロベロ喋るんですよ。とにかくだ全員自分の町場で何が起こったかを人の話を聞かずに喋りまくるんですよ。で俺もまあそういうとこあるんですけど、そのやっぱ獲物話ってさっき その子供がその取り取ってきたって話のあるけど、獲物話って結構面白くて、獲物話から人間の文化というかそういうストーリーみたいなものが始まったんじゃないかなって俺思ってるぐらいなんですけど、何の話したんでしたっけそれで、パースペクティブ、あそうパースペクティブであそうそれでそのなんつうんだ、獲物を追うことがほとんど農耕民族のお祭りみたいなものでとしてあるから、狩猟採集民族はそういうマッチョなこととかを世の中にまあ見せなくてもいいみたいな、そういう話でしたよね。でそのパースペクティブの交換的な、そのてか獲物に関してのベラベラ話みたいなのってあるんですか、うん、マチゲンガの人たち、あその彼は違う川へ出ていかないですね、うん、それはやっぱり特に俺を連れていくのはやっぱりまずいと思ってるんですよ。うん、よそ者嫌ってるのに、うん、なんでよそ者を連れてくんだっていうことを言われるからなんですけど、うんうん、でももう俺がどうしてもしつこく言うからしょうがないなって行くじゃない、うんうん、そうするとさまず工場なんだよね、うん、お互い久しぶりに会うわけ、うん、そうすると今までこうずっと出会わない間、うん、何をしてたか従うのは、うん、動物の話だと、うん、獲物を取って帰ってきて、うん、その獲物を食べながら、うん、その獲物をどういうふうに取ったかとかどういうふうに出会ったかって話はしないですか。することもあるけども、うんま、自慢になっちゃうのか。自慢になっちゃう、ね、もちろんするんだけどね、うんうん、でもそういう自慢話にならないようにしてますね。そうですよね、うん、そのやっぱりこう、まあ、さっきその夕方とか朝に行った方がいいよみたいな感じで、うんうんうん、こうした方がいいこうした方がいい、うん、自分なりにその、うん、こう方法をこう洗練させていくことはあるわけじゃないですか。あだからこう典型的な一日だと、うん、村で森に行く連中、うん、川に魚取りに行く連中、うん、で魚でも弓矢で取る連中と、うん、女たちは岩にへばりついてる、うん、鎧鍋と取るわけです、うん、から村に残る連中が、うん、夕方出会うわけですよ、うん、帰ってきて、うん、その時に、まあ、帰ってきてから芋の皮を剥くだけじゃなくて、うん、火を起こし始めるっていうかね、うん、だから時間かかるんだよ、帰ってから、うん、日本人だとそれだよ、効率とかそうそうそうそのさ、
帰ってくる炊飯器のスイッチ入れていかなきゃダメなんですね。それをしないんですね。でもそっちの方が本当にいいんですけどね。帰ってきてやればいいんだけどね。で、それはそれで、あの最初払ったんですけどね、それに対して、なんだよ、こうくたくたで帰ってきてるの、飯ぐらい炊いてるって感じなんだけど、でも彼はその時が待ってる時間、まあひどい場合2時間待つってから、それが団らんなんで、その時に森行った連中、おのおの昼間どういう出会ったかって、あ、それタッキーの子出てたよみたいな、あ、そうそうそう、いや、多分獲物を取って来る前から薪を集めるようなことをすると、それはね、やっぱり獲物の神様に怒られるっていうか、先取りするようなことは、かっこ悪いですよね。俺もだから、取れるだろうなと思ってビニール袋とか紐とかザックに入れるのね、これってどうなんだろうな、まるで取れるかのようにその振る舞うのっていうのは、かっこ悪いですよね。かといって何も持っていかないと現場で、ああ取れたのに何も持ってないよみたいになるから、なかなかあのバランス用意していくと取れないのが多いんだよね。そう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 、でもね、あれどうなんですかね、そう思うだけじゃないですかね。そうそう、用意したのに取れなかったみたいな感じ。 なんとなくさ、やっかいろんな物語にそういうのいっぱいあるじゃん、うん、浅ましいって感じでさ、そう、浅ましいだったら取れねえってことになってるじゃん。うん、そうそうそう。その弓をもっと効率のいいその道具にするとかっていうことは発想はないんですかね。鉄砲知らないですかね。鉄砲を知ってても作れないからあれなのかな。作れない。いや、持ってても弾手に入らない。そうなんですよね。うん、まあね、何でも一緒ですよね。車持っててもガソリンが手に入らなかったら一緒っていう。だけど面白いのは、その矢が、あのさっきあの鳥とか魚取るとき、ギザギザがついてたじゃん、ヤシに。で、やっぱり返しになってる、抜けないように、で、やっぱりね、鉄で返しがつけたやつがあるわけですよ、先っちょにつける、回転盛りみたいな、で、それ手に入れると喜びますね、やっぱり。やっぱりあとナイフ、ライフリーないの、もう本当に欲しくてしょうがない。金属はね、エネルギーの塊ですからね。で、一回ね、やっぱり、俺はあ、よく言うんだけど、鉄の世話になってるない人間、赤ちゃんは関節的だけど、これは今ゼロだと思っていて、それは40年前、1945年前か、75年までは乳児屋でやっぱり石器だけで生きていた、いたわけで、今いないんで、そうすると一人もいないんですよ。それほど鉄ってすごいんで、やっぱり石器から鉄器移ったら戻れない、全然。それほどすごいんですよ。で、逆によくイスラードっつって、まあ、文明と接触してない孤立したインディオが見つかるじゃん、飛行機で、ナショナルジオでこうやってやってるやつですよね。それで下から行くじゃない、でもね、鉄だけはあるんだよ。鉄だけは持ってるんですか。それはなぜかというと、本当に必要なもの鉄だけなんだよ、だって多分ね、金銀もプラスチックも、他の金属もガラスも、グラサイも必要ない人はもう何億っているわけ。鉄は俺ゼロだと思って、それだけ鉄ってすごいんですよ。その完全な未開の人もどっかで鉄を拾ってるってことですか。いや、じゃないんですよ。本当に知らなくて、誰か持ってかなくても交易で入っていっちゃうんですよ。ああ、なるほど、全く交易をしてない完全に孤立した人類はいないってこと。いや、いるんだけど、でもなんかあの、先祖代々、いや、あの外部とは接触してないけど、先住民同士でなんかコンタクトある。だからそれがなんか、お前バナナというか、なんかくれればあげるよっていうのがあるんだよね。鉄もね、本当に鉄だらけですよ、今日本はもう鉄だらけですよ。もう自分でなんか俺恥ずかしくなる、刃物だらけで家がみんなくれるじゃないですか、ね、これ使ってよ、これ使ってよみたいな感じ。こんなに刃物あって、こんなこれがあったらどんなに喜ぶ人がいるだろうと思いますよね。